申し込む。レスリングのパワハラ疑惑、吉田と伊調は一歩も引けない関係。オリンピック4連覇を成し遂げた女性レスリングの伊調圭選手33歳に対するパワハラ疑惑が週刊フミハルで報じられた。日本レスリング協会の英和人協会本部長57歳。疑惑のきっかけは1月18日に内閣府の公益認定など委員会に提出された告発状だった。2004年のアテネ、2008年の北京で金メダルを獲得した伊調が、北京後の2009年に高校時代から指導を受けた A 氏の元を離れて拠点を東京に移し別のコーチに指示した。その頃から伊調の指導をするななど A 氏からの圧力が始まったと記されています。スポーツ紙記者。伊調を指導したのはアテネ五輪で銅メダルを獲得したタミナベリュクコーチ42歳。2009年当時全日本男子のコーチを務めており、伊調は他南部市のつてで男子選手に勝っての練習を続けた。伊調は2012年のロンドンで3連覇を果たしましたが、その後パワハラはひどくなり、全日本男子の合宿への参加も A 氏らによって妨げられるようになったとされています。2016年のリオ五輪で伊調が4連覇した際には、 A 氏が吉田沙保里の4連覇より伊調が負けるところを見たいという趣旨の発言をしたと告発文に記されており、埋め難い溝ができていたようです。リオ後には伊調は他南部氏が所属する警視庁レスリングクラブの出入りも禁止に。同時に他南部氏も警視庁と全日本男子のコーチを外されたとされています。前でスポーツ紙記者。伊調の練習場を奪いコーチへ圧力をかけたというのが A 氏の疑惑の要点だ。伊調が達成した五輪4連覇は女子の個人種目で史上初。次回東京五輪では前人未到の5連覇も期待されていたが、告発の内容が事実ならば記録更新は不可能だろう。密度が濃すぎる師弟関係。告発状は五輪経験者を含むレスリング協会関係者からの依頼で弁護士が作成したものだが、当事者である伊調自身は告発状については一切関わっておりませんとコメントしている。